北朝鮮が潜水艦から巡航ミサイル発射実験を繰り返す中、日本政府は長射程巡航ミサイルの早期導入を決定で、海上自衛隊の潜水艦から巡航ミサイル発射を検討しているとの情報をキャッチしました。今回は防衛省ついに人に意識装填対迎型 533mm 魚雷発射艦で長射程海中から反撃能力保有トマホーク発射かを詳しく見ていきます。 VSL 搭載潜水艦を建造計画している防衛省ですが、攻撃型通常動力型潜水艦で新型燃料電池で世界最強へ。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として、進化を続けている兵装である。日本政府は、当初アメリカから、このトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンである、ブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ、前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。
人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微分化し、無声も一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると召されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる艦は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘9尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘9は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、
そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。電磁式カタパルトの動力源として、大容量電池を川崎重工が提案しているという情報が入ってきました。今回は、日本の空母事情と電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきたいと思います。川崎重工業は、コンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池、ギガセルを開発しています。このギガセルを応用すれば、航空母艦での艦載揮発艦時に使用される電磁式カタパルトに使用できるという提案を DSEI Japan 2023でパネル展示したそうです。今回の DSEI Japan 2023は2023年3月15日から17日まで千葉県の幕張メッセで開催されました。コロナ禍で開催できなかった期間があったので、今回は2019年に続いて2回目となります。防衛・セキュリティ産業に関係している多くの企業が前回以上の数で参加し、世界中の企業担当者が日本及びアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有し、防衛装備品分野でのイノベーションを巻き起こす場として期待されているそうです。川崎重工業のグループ企業である川崎モータースが開発し、製造・販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセル。航空母艦の飛行甲板から、艦載機の発艦時に使用する射出用カタパルトとして、電磁式カタパルトを使用する際の電源として使用できるという説明がパネルに添付されていました。ニッケル水素電池は、現在広く普及している蓄電池です。例えば、乾電池型充電池、ハイブリッドカーの電源、デジカメや携帯音楽プレイヤー、ノートパソコン電池としても使用されているものもあるそうです。川崎重工が展示した大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは、今までにない高速での密流放電可能な蓄電池として、瞬発力に富み次世代を担う蓄電池と言えましょう。現時点では、国内の路面電車や、自然エネルギー、太陽アキラ、風力発電などの出力安定に役立つ地上蓄電設備として利用されています。環境へ十分な配慮をしたエネルギーの有効利用、二酸化炭素削減などに貢献してくれるところ、いい地球に優しい電池として期待を集めているのです。その特徴ですが、第一に、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できることが挙げられます。このバイポーラという仕組みは、隔壁で直列に接続される複数の単セル構造によって、セルの表及び裏面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるほか、断面積が大きい隔壁でセルを接続させて、エネルギーロスを最小限に抑えられるだけでなく、モジュール内に直列するセル数を増やせるというものです。メリットはまだあります。ギガセルは内部抵抗が小さいので、高速密流放電が可能、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動するので、設置場所に制約がない、
電池内の電解液が水溶液系なので、発火の心配がないなどです。路面電車の直流電格管の地上蓄電設備は、ギガセルのモジュールを40個直列に接続して、架線の電圧 1500V を満たす電力が得られ、電圧低下時のサポートや停電など、有事の際、緊急停車した電車を、最寄り駅まで移動させる電力として使用されています。その他にも、列車がブレーキをかけた際に発電する回生電力を集めて蓄電するため、変電所などにも設置されているそうです。空母の電磁カタパルト電源として使用するためには、電圧約 36V、容量 5.4kW のギガセル 30kg7 型のモジュールを300個使うことで、32MW の高出力を出せるとして、これらのモジュールを、艦内の格納庫スペースを確保し、キャビネットに並べて設置するという川崎重工業の提案です。この設置によって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに広い小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って、発火の危険がほとんどありません。万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生しても、ダメージコントロールがしやすくなると述べています。これまでの主流は蒸気カタパルトでしたが、電磁カタパルトは、エネルギー効率がいい新たなカタパルトとして認識されたようです。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められ、2022年時点で、アメリカは、実用化に成功して、ニミッツ級原子力空母の後継である、ジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も、陸上基地でのテストを経て、実用化に成功したと発表しています。現在偽装工事中の003型空母復権に搭載し、2024年1月時点で、電磁カタパルトから、艦載機の発艦に成功したとしていますが、裏付けとなる動画や画像は公表されていません。蒸気カタパルトは、現時点ではまだ主流ですが、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性においては、高い評価を得ているようです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合は、飛行甲板に4機の蒸気カタパルトを設置していますが、99.5% の確率で、最低でも1機は稼働できると言われているので、洋上の空母では、この上なく信頼できるカタパルトと見られています。しかしいいことばかりではありません。欠点もあります。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は4-6% とされ、出力のコントロールが困難なので、軽い無人機などの発艦時には、出力が強すぎて射出に失敗したという報告もあるのです。その点電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上は 90% の変換効率が達成できることになっています。そのため、多種多様な艦載機、大型で重量がある戦闘機から、小型で軽量の無人機まで必要とされる最適な発艦速度で射出できるといいます。しかし、電磁カタパルトは、巨大な電力が必要なので、通常動力空母では無理とされてきました。つまり、膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきたのです。中国海軍003型空母復権を、建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報が出ていたので、原子炉を搭載し、中国海軍初の原子力空母になるのではと噂されていましたが、結局は通常動力型の空母であることが判明しました。中国が電磁カタパルトと主張はしていますが、証拠動画や画像が公表されていないので、本当は蒸気カタパルトではないか?と、多くの疑いの声があるそうです。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステム起動が早いのです。また、蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込むとき、熱膨張でのパイプや機器の破壊を防ぐため、配管やオイルなどを先に数時間予熱して暖気しなければならないのですが、
電磁式では、そういった事前作業が不要なのもメリットです。また蒸気式では、ボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気が冷めて水に戻ってしまうのを防ぐため、温度と圧力を保つためにアキュムレーターも保温しておく必要があるので、エネルギーロスが発生していたのです。電磁式の最も大きなメリットは、発汗間隔の短縮が可能なことです。電磁式では45秒で再充電が完了するので、電力が供給されていれば理論上1分で2機が発汗できることになるのです。蒸気式は2分に1機の間隔で発汗可能ですから、それより短時間でずっと多くの換気機を発汗させられるのです。以上のように膨大な電力が必要で、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、ギガセルで電力を賄うことができるとなったら、海上自衛隊の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦できることになります。それもあって、防衛省では、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているそうです。政府はトマホーク購入を決定しました。いよいよ自衛隊でも運用が始まるようです。今回は潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年令和2年12月18日、政府閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。1人式地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、自発型、間発型、空発型からの発射能力を加えた1人式地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この1人式地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである1人式地対艦誘導弾の射程を約 200km から 900km に約 4.5 倍も延伸、最終的には 1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための多媒体形状のエッジ処理、人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、1人式地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、試作を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、
輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、1-2式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること。海上自衛隊は、護衛艦に、1-2式地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載。また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載できる垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し、開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するため、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び飛翔技術などの技術的課題を解決するため、2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。韓国の通常動力型潜水艦鳥山安正弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとあります。しかし、それでは、時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、
海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る太平型で、1番艦太平と2番艦は久芸が就役していますが、ネームシップである1番艦太平派当初建造中から、試験潜水艦として、種別変更されることになっていました。今までは、就役中の潜水艦に、新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので、任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、この太平に VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、太平は、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、太平で、VLS の試験が実施される可能性は、低いでしょう。また、1-2式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦対地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い1-2式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。太平型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ、VPT、あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった。新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができるはずです。しかも、特殊部隊の出撃、回収に必要なエアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックビングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な艦 MAC を挿入したシステムで MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は、MAC ごと入れ替えることになります。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前にバージニアと冠されているのです。
前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られています。